8月17日の中日新聞に載ったんですけれども、実はこの会社に私も投資していました。興味があればこの画面を止めて内容を見てください。どの程度の被害額が出ているかについてはこの後説明いたしますので、ちょっとお付き合いください。 実はこの被害については7月の頭ぐらいにもインターネットに出たりしてたんです。その時に初めて知ったんですけれども、すでに被害者弁護団ができていまして、民事、刑事両方で訴訟を起こすみたいですね。この画面も興味があれば止めて見ていただきたいんですけれども、なんか1億以上損している人がいるみたいです。 そして出資なんですけれども、一口5万円ずつなので、5万、10万、15万とかそういうふうに出資するんです。ちなみにこの被害者弁護団の団長をやっている方は、紀藤正樹弁護士っていう有名な方ですね。多分トンネルズの石橋孝明に似てる弁護士って言えばわかると思います。それでは本題の投資の話に入っていくんですけれども、これです。つまり太陽光パネルを設置するんで、出資してくださいっていう投資です。 ただ注意しないといけないのはこれはカブチャン農園へお金を貸すんではなくって私たち出資者がパネルを買ってそれが10年経った時にカブチャン農園に所有権を移すっていう契約になってるんですそれらの位置関係を示す図がこれです他にも2000円分の商品をくれました あまりにも配当金が良すぎるんで逆に怪しかったですけれどもまあ5万円ぐらいだったらいいかなと思って投資しましたこれは払い込み証明書ですけれども実は母親も出してるんで合計で10万円ですねなおこれが契約書ですもう6年前なんですね今から返品しようと思ってもこのように、えー、ダメみたいですねそしてこれが平成26年の時にあった還付金の明細書です 毎年4月にこういう通知が来まして、通帳の方にこのような振り込みが行われるんです。これは平成27年の分です。これは平成28年と平成29年の分ですけれども、今年の平成30年の分はありませんでした。振り込み金額の合計は4万4400とんで6円なので、だいたい5000円ぐらい踏み倒されている感じになっています。 去年の4月まではちゃんと振り込まれていたのであこれ大丈夫だなと思ってもう一口入れちゃったんですよねその契約書がこちらなんですけれどもご覧の通り1枚買っちゃいましたなので被害額を言いますと母親がだいたい5000円自分が5万5000円の損害が出てるっていうことですそして6年前に出資していたこの太陽光パネルの配当金なんですけれども 4月の13日に遅れててますっていう通知が来たんですそしてその時の理由なんですけれども「新しいシステムへ移行するために遅れているだけなのでご安心ください」みたいなことを書いてあったんですところがこの「5期」って書いてある「去年出資した分」に関しても7月の終わりぐらいになってやっぱり遅れてるっていう通知が来たんですからのこの記事なのでああもうこれダメかなと思いますね ただこの件で会社が倒産しようとも太陽光パネルの所有権は私にありますんで一般債権者の差し押さえはできないはずなんです幸い最初のパンフレットにもあるようにパネル自体に名前が刻印されているんで個別の動産として認識されているんですまあこれが本当ならの話なんですけれどもねさすがにそこはやってると思いますけど まあ、やられたとしても5万5千円なので、まあ、しょうがないかなと思いますけれども、ネタとして支払い督促や、少額訴訟をやってもいいんだけど、まあ、無駄ですからね。これからどうなるかっていう報告もしていきますんで、よろしくお願いいたします。今回は以上で報告終わりです。